古戦橋から見たホーム駅構内の着発線、松本市公共線での入れ替え。画像左に石油各社の二役線が分岐する。また、右奥のセメントサイロ直下に、住友大阪製麺と電気化学工業各社の二役線がある、南松本駅は、長野県松本市、出川町にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道篠ノの線の駅である。 戦時中、軍事工場の輸送駅として開業した。松本駅の貨物営業が廃止され、当駅に集約されてからは貨物ターミナルとして発展した。松本市街地の拡大により、通勤・通学の乗客も増加している。島式ホーム一面2線と複数の側線を有する地上駅。駅舎とホームの間は、古線橋で結ばれている。 貨物列車の発着があるため構内は広い。ホームは長野方に向かって細長く伸びているが、以前は自由に入れた先端の一部は2011年の地震破損復旧工事と同時に策によって閉鎖されている。またその閉鎖箇所は復旧工事が行われていないため、一部ホーム、敷石も欠損している。松本駅管理の業務委託駅で調鉄開発が 駅業務を受託しており、自動券売機、簡易水化改札機、緑の窓口設置。夕方から朝までは無人となる。また、冷暖房完備の待合室が駅舎内とホーム上にある。なお、乗車証明書発行機が設置されていたが、駅舎内待合室の設置の時期と同じ頃に、千二十一年一月十三日の始発から新駅舎での営業を開始。 自動券売機が首都圏や仙台方面にへ導入されている新機種に更新された。また、多機能トイレが改札内に新設された。旧駅舎は取り壊す予定。JR 貨物の施設は旅客ホームの東側にある。1960年代に付近の各駅に散在していた石油、セメント販売会社などの専用線を合理化のため、当たり駅に集約したことから、 1970年には、計1 7本の専用線が接続したが、現存するものはごくわずかである。コンテナホームは2面2線、旅客ホームの東側に設置されている。本線と2役線は、平田駅方の引上げ線を介して接続している。また、営業窓口の JR 貨物松本営業所が置かれている。駅構内の下り線側から分岐し、 本線の西側に沿って南下する松本市保有の公共線がある。全長 1km ほどのこの専用線の末端付近からはジャパンオイルネットワーク松本輸送所へ至る専用線が、その北側からは日本オイルターミナル松本営業所へ至る路線が分岐している。前者は塩浜駅発送の石油輸送で、後者は北袖駅、浜小駅、末広町駅、 浮島町駅、根岸駅、四日市駅発送の石油輸送で使用されている。かつては、公共線から、太平洋セメント、松本サービスステーションや、秩父セメント、松本サービスステーション、岡谷山荘松本営業所へ至る、専用線も分岐していた。太平洋セメント線は2004年頃まで、 大見駅発送のセメント輸送で、岡谷三素線は2005年頃まで、LPG 輸送で使用されていた。駅構内の上り線側からは、電気化学工業松本サービスステーションや、住友大阪セメント南松本サービスステーションへ、至る専用線もかつては分岐していた。両社ともに、大見駅や元素駅発送のセメント輸送で使用されて、いたが、前者は2006年3月に、 校舎は2005年3月に廃止された。また、日国製粉松本工場や竹屋松本工場へ至る専用線もあった。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は1507人で、ある旅客1。近年の推移は以下の通りである。松本市の統計によると、2018年度の発送貨物は、 コンテナ貨物が145,785トン。シャーツ界貨物が97,644トン。到着貨物はコンテナ貨物が96,35トン。五トン。ツ。近年の推移は以下の通りである。松本市の住宅地であり、住宅、商店がある。宮田前踏切駅南側の宮田前踏切は JR 貨物の作業のために日中は開かずの踏切となり、 慢性的渋滞の要因を作る。踏切の前が信号機のない交差点となっていることにも危険性が指摘されており、長野県はアンダーパスの整備を計画している。東日本旅客鉄道中央本線、篠ノ井線快速、普通平田駅南松本駅松本駅旅客、編集貨物、編集。ありがとうございます。